正木直彦から1940年3月2日は、明治から昭和初期の美術行政家、文部官僚出身で東京美術学校の第五代校長を1901年から1932年までの長期にわたって務めた。号13衝堂。1862年泉国坂優坂江町に、父林作の三男として生まれた。陽名正吉。 1892年、明治25年に、東京帝国大学法科大学法律科卒業後、奈良県人城中学校長を経て、帝国奈良博物館学芸委員、古社寺保存委員。さらに文部省に出資し、第一高等学校教授を兼任。1899年から美術などに関する調査のため欧米に出張。1901年に帰国。同年から、 東京美術学校校長となった。1906年、黒田清照や大塚安次らと共に政府による芸術振興を兼議し、これを受けて翌年第一回文部省展覧会が開催されることになった。文典の委員長は文部次官で主事に正木がついた。その他にも博覧会や東京府美術館建設など多くの美術行政に関わった。長期にわたり、 美術学校校長を務め、一時期工芸士の講義も行った。1932年、文部省の行政整理が行われるのを機会に、校長を辞任した。公認を官僚が務めることには、校内の反発が強く、西洋画家教授の和田英作が校長に就任した。特に学校内部の各派の調停に努め、体制の基盤を築いた人物として評価されている。 マサが長年校長を務めた点については、作家ぞろいの美術学校を統制していくのはなかなか難しいことであり、マサ以外に適任が見当たらなかったようだ、とも言われている。1935年には美術学校敷地内にマサ記念館が建てられた。1940年3月に日没、葬儀は小石川区音羽町五国寺にて、 東京美術学校層で執り行われた。墓石は細い中状のものでよく見ていないと見逃してしまう。表面には13松院の大型大学大古寺等。裏面には昭和15年3月2日校と刻まれている。正吉夫婦は長男。正吉在任中の1915年1月、美術学校では学生の挑発禁止など風紀取り締まりを強化したが、 これに対する反発をきっかけに翌年にかけて美術学校改革運動が起こった。美術学校の運営体制に関する批判やまさきへの個人攻撃が新聞、雑誌に掲載されたほか、国民美術協会が美術学校改革案を文部省に提出した。改革運動はその後もを引いたが、まさきは校長職に止まった。茶人でもあり、 田中戦将などと交流があった。ありがとうございます。